スマタンシアンタールは、インドネシアのスマトラ島の北スマトラ州の都市で、シマルン郡県に囲まれている。シアンタールはかつては二級地区で、近年、市に昇格した。1990年に219,319人だったが、2000年には242,756人に増加し、2010年に247,87人に減少した。 シュートメガンの次に人口が多い。シアンタールは8つの区に分かれている。1910年の通りの風景1923年のオランダ人の家1938年の航空写真1907年以前は、プマタンシアンタールはダマ肉率いる王国があった。バタック人の中にシマルン軍人がいて、ダマ肉はその一種族である。最後の王はトゥアンサンナワルーダマ肉だった。 1907年、オランダが王国を滅ぼし、植民地にした。1942年、オランダを排除し、日本がインドネシアを侵略、統治した。1945年に、インドネシアが独立宣言をした後、プマタンシアンタールは自治権を得た。1974年、プマタンシアンタールは二級地区になり、シマルン軍県の県都になった。 プマタンシアンタールにもともと住んでいたのはシマルン群バタック人である。今日では中国人やマレー人も特に中心部に住んでいる。プマタンシアンタール動物園、プマタンシアンタールはスマトラ島縦断高速道路でトバコから5 0トル離れている。トバコは世界有数の大きさのカルデラで人気の観光地である。シアンタールはトバコ観光のために宿泊する人が多い。 シアンタールは、布やバタック料理等のバタック文化が有名である。タマオヘワンプマタンシアンタールという動物園がある。トやヤトラ、サル等のインドネシア原産の動物が見られる。熱帯植物が豊富で、古いものもある。大通りから徒歩圏内にある。入場料は2009年4月時点で7000、ルピアである。観音像があるビハラアバロキテサバラ寺院も人気がある。 22.8メートルの観音像はインドネシア最大である。建物は2008年5月に消失し再建された。シアンタールはメダンから電車や大型バスで行ける。メダンからは130キロメートル離れており、車で3時間かかる。プマタンシアンタールの料理はバタック料理と中華料理が元になっている。サクサンやトゥワクが代表的である。 中華料理屋も多く、見えパンシュトゥが人気がある。梨パダンやさて、パダン等の西スマトラ料理もある。テンプレート、北スマトラ州。ありがとうございます。